今週も素敵なゲストを迎えようしておりますアンシュリさんです。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますアンシュリさんは、はい、お生まれが韓国ということで、はい、はい、そうなんです、えー。1988年に日本に、そうなんですね。ね<え>あのちょうど韓国の、うん。 オリンピックがあったんですけどもその年に、はいうん、世界の人たちが日本に来て、はい、あ韓国に来てるんで私は大きな夢を持って日本に渡ってきました、えー、2008年にリリースしたこの歌なんですけども「はい、天命」と書いて「命」と読むんですね。これは日本を代表する「ド苑歌」ですよ。 そうですよね、うん、私、この歌をいただいたときに、はいあのー、こういう大きな歌を私、歌えるかしらと本当に心配したんですけども、ええあのー、この詩を書いてくださった先生が、はいあのー、人生を生きるのにはこの世の中を、ね、生きるのには一人では生きられないそれでいろんな方からこう力を頂い,いてそれで自分が一歩一歩進んで成功したり。 はい、だから大きな夢を持っていつか成功して、はい、あの世の中に音楽を返すじゃないそういうのは説明を受けたんですね、はい、その時にあこれは難しく考えないで自分の立場と同じように考えたら、はい、あ歌えるっていうなるほど、ね、少し自信があったんですけども。 私も韓国から、ね、大きな夢を持って日本に来ましてであの言葉言葉もわからないところに来てそれで皆様に一つ一つ教えていただいてそれであの一歩ずつ階段を上っていくのでいつか恩を返すくらいの,あの大きな花を咲かしたいなという。あなたは勉強家だから、うんね、いやいや、あのー 頭悪い悪い,いやそんなことないですよ <laughs> 本当に頭悪いんですから私それだけ日本語ペラペラ喋れば大丈夫ですからいやあのそれが <はい S 1> もっと言っていいですかええあの私こういうふうにこう皆様からこう言葉を教わってこうペラペラこういうふうに喋ってるように見えるんですけどそのディオン語を深い意味わからないんですあ,あ意味がね 解釈してるのが、全く韓国風に解釈してますから、皆様に本当にこう、誤解を与える、その、解、解釈をしてるんですね。失礼なこともいっぱい言うんで、それで後悔もされたりしてるんですね。ですから、あの、いろんな皆様に本当に迷惑かけながら、この世の中を歩いてるんで、ちょっと、それも魅力の一つで。 あ、そういうのを言ってくださったのは、本当立目さんしかいないと思う。<笑><笑>大丈夫、<当>大丈夫。ね、これから、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃ、あ早速聞かせてください。<laughs> はい。お願いいたします。はい。アンシさんで、命。